簡単そうなのに正しく言えない。あっちに行こうよ。今回は副詞のクイ、クワ、リ、ラを前置詞と組み合わせる表現を学びます。行きます。ナレーターは私、東北キリタンがお送りします。改めまして、こんにちは。ナレーションを担当する東北キリタンです。この動画ではイタリア生活で頻繁に使う場所を表す副詞と前置詞を組み合わせた表現について学びます。副詞のクイ、クワ、リ、ラについては以前の動画で説明しているので、よかったらそちらの動画もご覧ください。この動画の説明欄に URL を貼っておきます。それでは本題に進みましょう。はい、まずは簡単な表現から。前置詞のだと場所を表す副詞のクイ、クワ、リ、ラを組み合わせると、こちらからやあちらからといった出発点を表すことができます。で、出発点の表現と相性の良さそうな動詞といえば、はい、来るという意味の自動詞ベニーレなどですね。それでは早速ですが、こちらからやあちらからの使い方を例文で簡単に確認してみましょう。 Sono venuto da qui. 私はこちらから来ました。 Sono arrivato da lì. 私はあちらからやってきました。まあそんなにも難しくないですよね。前置詞だの何々からという意味を覚えている人は多いと思うので、それとこちらやあちらを意味する副詞を組み合わせているだけですから。で、この動画のメインはここから。日本で独学でイタリア語を勉強したり、イタリア語教室に通っているだけだと意外と見落としがちなのが方向表現。例えば、あなたがイタリア人の友人と一緒に街を散策している場面を想像してみてください。そして道が分かれているところで、進みたい方向を指しながら、こちらを行こうよ、や、あちらを行こうよ、と正しく言えますか？はい、今回は、副詞の前に、前置詞のあをつければいいんじゃないかと思った、そこのあなた。この動画を見て、よかったですね。前置詞のあは使いません。こちらを行こうや、あちらを行こう、と言いたい場合、前置詞のだ、り、ペルに、場所を表す、副詞のクイ、クワ、リ、ラを組み合わせるのが正解です。これらの前置詞と副詞の組み合わせは文法的に通過点を意味することになります。でも私、先ほど前置詞のだと組み合わせるときは出発点を表すと言ってましたよね。で、その時の説明でわざわざ出発点の表現と相性の良さそうな動詞といえば来るという意味の自動詞ベニーレなどと言っていた理由はここにあります。前置詞と場所を表す副詞の組み合わせは一緒に使う動詞によって出発点を表すのか、通過点を表すのか変わるということです。今回は進むや通るという意味の自動詞パッサーレと組み合わされているので、前置詞と副詞のセットは出発点ではなく通過点を表すことになります。Passiamo di qui. こっちを行こうよ。Passiamo di là. あっちを行こうよ。で、まあいろいろ言いましたが、個人的には通過の意味でこっちやあっちと言いたいときは、前置詞のディと、クイ、クワ、リ、ラを組み合わせておけば OK だと思います。というのも、例えば、前置詞のペルとクイを組み合わせると、理由を言う時のペルクイに聞こえなくもないですし、前置詞のダも表現によっては分かりにくい時もありますから。さて、ここで終わってもよかったのですが、一応、文法の補足説明をしておきます。考えすぎず、軽く聞いてください。はい、さっきは、前置詞のディと、副詞のクイ、クワ、リ、ラを組み合わせると通過点を表すと言いましたが、場合によっては方向を表すことにもなります。この通過点と方向の意味はよく似ているのですが、正確に言うと同一ではありません。例えば、Vieni di qua。こっちへ来なさい。この表現はよく使いますが、この di qua はこちらを通過するという意味はなく、こちらにの方向のみの意味を持っています。また、例えば、Gli elettrodomestici sono di là。家電製品はあちらにあります。このような文の場合も、ディラは通過ではなく方向の意味のみを持ちます。このように、ディクアとディラの場合は、通過ではなくて方向の意味だけを持つことも覚えておいてください。まあ、日本語訳するときは通過の意味の場合も、こちらに、や、あちらに、と訳してしまえるので、脳内のイメージはあまり変わらないんですけどね。はい、以上、補足説明でした。お疲れ様です。今回はイタリア語におけるこちらとあちらの出発点、通過、方向の違いを説明しました。
まあいろいろ細かいことを言いましたけど。Passiamo di qui. Andiamo di là. の言い方だけ覚えておけば十分です。細かい違いなんて後から理解すればいいような内容です。はい、それではこの動画が役に立ったと思った方は高評価を。これからも一緒にイタリア語を勉強したいと思った方はチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。